えー、お疲れ様です。今日は、まあ、サムネにもあったと思うんですけど、まあ、以前さ、あの、飛び越え、独立、引き抜きか。この三つを、まあ、やっちゃダメだよ、みたいな。建設業界これやったら終わりだよね、みたいな話をして、 まあ結構反響を読んで、その中で思ったのは、まあアンチコメントでさ、まあそんな時代の古いこと何言ってんだよとかこういうことだって言ってんじもうバカみたいなこといっぱい書いてたやつがおる、おるんですよ。それに対しても俺もう <laughs> アンチコメントにもの申すって動画まで作ってむっかついたもんね。今でもちょろ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 まあ入ってきて、バージョンアップ版じゃないけど、まあ俺もこれ全部は全部伝えれるわけじゃないね、これ動画で。あの、ちょっといろいろ話していこうかなと思いますんで、まあちょっと俺なりの、まあ意見。 バカなやつの <laughs> 意見に対して返したいことを言いたいことあるんで、まあ、あぜひコロナでさ、まあ、やっぱ、やることなくないけど、俺結構忙しいで、もう今日これちなみにもう9時回ってるわ。うん、まあ、9時回って今動画撮ってるんだけど、こういう時だからこそ動画ね、一生懸命作って、まあ、あみんな家にいるのも多いじゃん。で、まあ、こういう、まあ、建設業の人に見てほしいなと思って、一生懸命動画作ってるから、ぜひあの、チャンネル登録といいねしてください。はい、じゃあ行きましょうか。 なんでね、この動画をまた撮ろうかって思ったっていうのは、まあ、今でもずっと再生が伸びてて、まあ、引き抜き飛び越えか。で、独立か。に対して、俺の考え方が、まあ、古いとか新しいとか、まあ、そうやって言ってくれる子もおるんですけど、 うん、バ,バカ、バカって、バカって言ったらがかんけど、バカバカって言うとまた、ね、アンチも湧くもんであれだけど、まあ、あえてアンチ湧いてくればいいかなと思うけど、アンチ湧くことで、まあ、俺にとってプラスなんだろうな、とか思うんだけど、だけどさ、その動画まずちゃんと見るよ。たったあれ、8分か9分ぐらいの、俺も今日ちょっとチェックしたけど、まあ、最近ちょっと長いですけど、8分9分の動画も、 全部まともに見てからしかコメント入れ,入れられないやつ。タイトルだけ見て、わーわーわー言って、こいつ何言ってるのかなと思うの、まず。まあ、まず俺はあの動画でも何回も言ってると思うんですけど、独立なんか、うち、俺も何人も独立させてるし、なんだったらこの間独立したいって、まあまだ今おるけど、何月っても決まってんちゃうだけどこんなコロナの時期だ、ね、やめとくんだったらやめてっていいぞって言ってる。で、まあいろいろ悩んだ末、やっぱ独立やめとこうかなって言ってたんだけど、いいいよって言って、まず、あ、せっかくお前勇気出して口出したんだから、 口ね、出して独立したいです。おじゃあやってみいってみんなが、まあ、応援しちるわって、まだまだだけど、お前応援しちるわって言ったことに対して、またそいつがやめときます。みたいなこと言ったんだけど、いや、俺はもう、せっかく言ったんだから、お前別に独立した方がいいと思うよって。で、俺はなんかあったら別にいつでも助けたるもんで、いっぺんやってみいよって。 で俺は別に、その、独立することを別に、アホやって言ってんじゃないんだって。独立させたらなんか、特権階級の人間がどうのこうのとかなんか、アホみたいな、俺も削除してるから悪いやつ。あんまり、視聴者さん見てないかもしれないんだけど、特権階級のやつが、その、利権を守ってるだけだ、どうのこうのとかって書いとったやつだけど、アホちゃうかなと思ったの。努力もしてない。もう、たった8分の動画も見えないやつがね、その、特権階級って言って、 言っててここことと自体多分こいつ努力もしたことねえんだろうなーって独立なんかしやいけど、独立の仕方だぞって。あったでしょもうほんとちっちゃい、まあ、この間の動画でアリとキリギリスの話してさ、まあ、俺はアリだよって、稼いだから全部パッパパッパ使ったわけじゃないし、アリとキリギリスの話知らない奴いないでしょどんだけあの育ち悪くてあの職人やっとるようなバカなつでもアリとキリギリスの話ぐらいてるでしょまあ、アリはコツ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 ちゃんと貯めて、だから冬を越せたって、キリギリスは冬越せんかったみたいな話でしょあれ。で、俺はま、アリだで別に。まあ、言い方悪くしや、まあ、 コロナでそう、明日家賃が払えんとか、明日従業員の給料払えんとかないけど、別に。 で、そうやって困ってる人もおるわけじゃん。まあ、それ見た人は腹立つかもしれんけど、まあ、次はそんな、同じことやったらかんし、どうやって乗り越えるかって、まあ、乗り越えれんわね、そんな。もう、そんな、冬が来てから、どうしようどうしようって言っとったって、それ乗り越えれんでしょ。と思うんだけど、飛び越えもそうよ。ちいちゃい時から人大切にしろよって、メメの人大切にしろよって言われて、まあ、社長の昔方りな考え方がどうのこうのって言うけど、俺多分そうやってコメント入れてくれてる、いいコメントの人も、俺成功してるやついねんじゃねえかなと思うの。自分の前に成功してる人は、みんな人大切にし ててる人ばっか人を大切にししないとかお客さん処理してるやつね <laughs> 成功してるやつ見たことないその一発屋はいるよ一発パーンって当てて現場で一個当ててなんかカーンとて稼いでアホみたいに金使って潰れてるやつはいっぱい見てきたけど10年以上きちっと経営者やって会社が継続的に成長してスタッフも優秀な人が残ってくれてってやってる人で人を大切にしてない人はいないあのうちの従業員に俺もだってあの 今残ってる人の何倍も人を辞めていってるから、その俺の価値観について研究で辞めてっった子おるけど、まあ別に俺本当に思ってるのそいつらの価値観のレベルが低いと思ってるもん辞めてる子に対して、あ、そうかな、あんなだったら辞めてきゃいいぞって。もう俺も今日も言ったな。まあ今動画の感情やす。お前こんなこともできないのに、こんな時期だぞって。俺給料下げてもないって。え、ね、俺下げてもいいと思ってるよ助成金出るでお前は7割ぐらい出るで、前、まあ、はもう今度いいぞ明日からって言っても。別にいいけどって。 お前、こんなことができんのに、お前さって、最低限のレベル、こう学校じゃねえんだわって別にお前にさって、俺話したね。で、その価値観に共感できんくてやめてくこっておるわけじゃん。まあ、そいつは一生懸命把握しばって頑張っとるよ。だから別にもうそれ以上責めるつもりもないし、まあ、俺もそいつともきちっと話して、まあね、いろんな話もしたけど、まあそういう子もおった。もう挨拶するのが嫌だって言ってるんだもん。もう本当そんなやつだってそ,そんなやつはい一回でもおるじゃん。 でクソみたいなやつなんか世の中でいっぱいおるけど、俺はまあ別にそいつらに合わせる必要もないし、うちの会社はこうやってやっていく。で、まあさらに来年も今年もこの、じゃあコロナに対しても前向きに取り組んでる。じゃあこのコロナだからインスタとかみんな、もう営業抜いてるからね。今まで10、あまあ俺、ちょっと正確な人数わかんないけど、15人でやってるんだったら、もう12人で回せ、十人で回せで。どんだけで回せ、もう今、関東に、 まあ,まあこれまで行っかんかったかな。まあまあ行っちゃおうか。関東の話もちょっと動いてる。まあちょっとこれ言いたくなかったな。ライバル企業もおるもんで、ね。<laughs> あれですけど、まあ誰も、お前らなんかライバルにしてねえわって言われたらそうですけど。だけど、その、アンチコメント、まあないし、プラスなこともそうだけど、新しいも古いもその価値観ないんだよね。ねよく、俺も本読めや、お前らと思うのは、どんな成功してる人、あの、ね、もう本当に著名人みたいな。お前、もう俺ちなみにあの、 稲森和,和夫ってあのね、まあ、まあ、和夫さんって言わなあかんかもしれないけど、あの、そういう経営塾にも入ってて、ね、あの、松下幸之助とかさ、あの、船井幸夫、この間はまあ、うちの社員に船井幸夫って経営コンサルタント、今船井総研ってね、あの、コンサルタント会社あって、俺まあそこで勉強させてもってすごい影響を受けて頑張ってなん、結構長かったけどな。で、その中で船井幸夫って、まあ、俺もともと船井総研に入ったきっかけはその船井幸夫さんっていう、 まあすげえ奴がおるわけです。すごい人だよね。やつって言ったら,からね、もう死んでるよ、とっくに。で、そんな、まあ、大経営者みたいなね、人たちが、の、本読んで、人のことを大事にしなくていいって書いてるて人一人もいないんだって。で、もう今の価値観はこうだから、もう新しい価値観。もう俺ないと思うんだよな。もう今も昔もずっと変わんないんだよね。で、その、その中に、インスタとか YouTube とか、その新しい価値観じゃないやな、別にこんなもん。 新しいツールでしょ。ガラケーがスマホになってただけで、ね、昔は電話がなかったけど、別に、ね、フェス2フェースであったんで、今はこれね、俺、これ出したから、もうちょっと、ちょっと覚えてねえけど、こうやって今、コロナの影響でって、攻め、攻めて頑張ってる人もおるわけだよね、これ。何かわかるオンラインでやってるって言って、まあうちもこれやろうって言って、ズームかなんかの、ね、利用増えるって書いてあるけど、こういうことをやって。じゃあ、俺は今時のもんについていけんわ、俺はもうわかんないわっていうやつは、 俺もそれもあんまり否定派なんだけど、いやいや、それでもまあ、飯食えてんならいいんだよ、別に。その会社回ってやんだけど、どんどん新しいこと取り入れてかんといかんけど、いや、考え方、価値観なんて、今も昔も、もうその何百年もかかって作った価値観を、なんかそういう話あるじゃん。アラブとかあっちの方とかのさ、あれはもう今でも女の人が顔隠して、ね、女はこのダンジョン措費みたいなこと言うわけじゃないんだけど、その別に、だから女を尊い、 ものだって、女性を大切にするわけで,すでしょだけどなんかアメリカってもうなんか、大統領かなんかが変わってパーンって、レディーファーストみたいなね、日本もなんかあるじゃん、もう。俺もそれちょっと、男女ソフじゃないだよ、ね、これ。今言っとくで、アンチコメントや,やめてよ。だけど、その何百年もかけて培ったその、その価値観、表現を、ね。それは俺が言ってんじゃんよ、これ。そのアラブかなんかのそっち系の人が言ってんだよ、を、アメリカがポーンってこのね、レディーファーストにしてまって、 だから離婚が増えたんだよって。だ俺たちの国はそんな離婚なんかないと。だから女性っていうのはやっぱある程度男を支えるためにこうやってきた。でもまあ、それでも女の進出って、あれ別にそれでいいと思う。でそ、そこの国もそれでも女が進出すればいいと思うけど、ただやっぱ家庭を守るっていうことも、 大切な仕事なんだよって。まあ、ちょっと難しいで、俺ね。変に叩かれたくないであれだけど、ちょっと、ちょっと俺も表現が難しいよね。だけど、あんまり女性が出しゃばって、え、うらうら、てめえバかやろう、って言って。仕事するのも、ビジネスするのもいい。うちで優秀な営業マン、女性の、女性いるから。うち営業マン本当に女働いてるし女性が働きやすい会社だと俺は思うんだけど、この建設業でだよ、の割には、職人たちも女性を大切にすごいするし、 でも女性の良さと男性の良さって違うじゃないですか。でもこれってもう何百年もかけて何千年かかけて作ってきたもんを、まあ、その古いとか新しいっていう考えだけで、そんなポンと変わらんってって、俺思うんだけどなうん。で、このアンチコメントに書く人って、さあ本当に、まあいいこと書く人もそう、そうだと思うんだけど、うん、もうちょっと深掘りしてほしいなと思ったの。 まずその、じゃあ独立っていうのもそう。せっかくだよ。じゃあうちの働いてる職人さんとしようか。だから、百何十人っていう付き合いがあるわけでしょ協力業者まで全部入れて営業マンこの百何十人の付き合いを捨てて次のステップってまたゼロからスタートして、そんな無駄なことないじゃん。俺従業員で飛び職やってた時そんな大きい会社じゃなかったけど、だけどその時にやっぱ付き合いしてるとまだ今でも可愛がってくれとるもんね。 それはもちろん俺をかえ、俺の方がかえしてでかくなってきたって言って、まあ、その時に勤め取ったところは大きいよ、しっかりしたところだったけど、先輩じゃん。お前も叩かれて育ってたら、叩いてくれた人たちだよ、もう、トラマスだねーとか言って、やっったって言ってくれた人たちに、それはもう一年に一回も喋んないよ。何年に、でも会って別に、ああ、何々先輩って言って、俺別に言える自信もあるし、そういう人たち何やってるかって、まあ、思う暇もないぐらい働いてるから、ちょっとわかんないけど、何やってるかはね。 だけど、いい付き合いしてきたから、その人たちって、俺に会ってないところで、ま <laughs> あ,あ、小林勝信って、だって YouTube 見たよって、本当に昔世話になった人が、俺に行ってこないよ。本当に。別に俺にわざわざ電話して、そんな暇じゃないもん、その、頑張ってる人たちって。だけど、違う人からずに、あ,あ小林くん、こうやって YouTube やっとるだろうって、お前あいつすごいなーって、あの時があってな、従業員一人二人でやっとってさ、って。だけど今何十人でやったで YouTube やって、 あいつはすごいなーって、あの時からもうずっと変わってねーなーって、頑張っとんなーって、やっぱ聞くじゃないですか。それって何って、じゃあアンチコメント、まあもしくはそのコメント書いて、いやまあ古いそういう考え方も応援できますとか、そうやって書く人って、いやちゃうんじゃないかなーって思うんだよね。独立一つとっても。うん、だって別に、俺辞めるなんて言ってんじゃないよ。独立するなんて言ってんじゃないよ。本当あれ。よーく見て、見てごらんなさいよ。本当に見てごらんなさい。 あの、独立しちゃうけど、その、損してやめてくなよって。ん俺きちっと筋通して社長やりますって言って。で、俺はば、まあ、ああ、いいぞっていつでもええよって,って。まあ、この間ね、まあ、独立して、まあ、俺それ反対じゃない。もう別にすんのはええけど、お前それ筋違うんじゃねえかって言ったやつはおるんだけど、まあ、それはちょっと違うこととか、まあ、いろんなことが絡んでね。ただ、独立する、別に全然いい。ただ、俺、お前、お前絶対損するぞって。お前そのやり方してったら損するぞっていうのを教えてあげたいから教えるし、で、今視聴者もその、 ね、こうやって親方がこうやって言われた。でも、人間なんて分かるでしょ。分からん時もあるかもしれない。なので、もうその分からんことがもうバカなんだ。俺から言いましたよ。本当にね。何回も言ったってもう分からんやで,でも、上もバカなやつもいっぱいおるから、やめます。で、お前やめたら今早いわ、まだ早いわって。もっと仕事を覚えてからやめろ。って言う人もおる。で、それ、俺、前動画撮ったらそれ多分あるよね。まあこれちょっとまあ見てない人のためにも言うと、簡単に言うと、まあお金が貯まってからやめるとか、 ね、あの、仕事100%覚えたからやめるって。じゃ、そんなんじゃないって言って。独立してから仕事なんか覚えやいいし、職人の世界ってね。うん、あの、経営者でもそうだと思うんですよ。まあ、ホームページ作る人、YouTube でもそうでしょ。YouTube やり始めた時って俺、坊主なわけじゃんで。最初の頃の動画って終わってるわけよ、今見たら。だけど、セミナー動画もそうじゃないですか。最初のやつってもう終わってるわけよ、俺の中では。今でも終わってるんだけど、まあ、喋りがね。だけど、 やるから、自分で責任持ってやるから成長していくのに、俺がじゃあ YouTube 完璧になってからめちゃくちゃ喋れるなってから、社員がめちゃくちゃ喋れるになってから、それからじゃあ完璧な仕事できるようになってから動画撮ろうなんて言ったら、100年経っても撮れんわけよ。だけど自分でこうやって動画カメラに向かってこうやって一生懸命やってさ、こうやって照明まで当ててさ、この照明の当て方も最初知らんかった、これ。だけどこういうの買ったりさ、いろんなことを毎日、毎日研究して、まあここに至っとるわけじゃないですか。 で、まだね、チャンネル登録者が今7万今日で5千6千ぐらいいっとんかな。そうすると、まあ、それなりのレベルじゃん。50万とか100万、10万、20万、30万の人たちから見たら、こいつ未熟だなって、こいつの喋りつたねえな、何言ってるか分かんねえなって思われてるわけでしょ、多分。でそれを別に恥ずかしいとも思わんでいいし、独立も俺同じだと思うんですよ。だって別に、まあ、簡単に言うねって言ってそこがなくなっちゃったね。だけど、まあ、簡単に言うと、まあ、別に俺はいつでも独立したいと思う。ただその辞め方損してくなよって。 お前そんなんじゃ絶対成功できんぞっていうのは言うよっていう話。で、それをなんかお前、俺特権階級でなんか、搾取してるとか。搾取するかお前そんな別に職人。俺別に、社員より別に協力業者さんもおるし、別にね。 今の子たちは高いとか安いとか、いろいろ有効もおるかもしれん。でも、ね、こう、十分もらってますっていう。まあ今ちょっとね、コロナでちょっと、すごい協力的にね、みんなに、みんなで苦しもうって今やってるで、厳しいとこもあると思うけど、もちろんね、これ偉そうに言うことじゃないと思う。でも俺もこうやって9時にや、頑張ってやってるからね、9時20分だね、今。な、ね、まあその独立の話で言うと、独立して、まあ別に俺はそんな、社員が辞めたぐらいで、何も凹まんて。 別に足場外中に振ろうが、塗装外中に振ろうが、シーリング外中に振ろうが、う授業に使ってる方が、まあもう、極論言ったら赤字よ。ただなんでそれやったんのって人を育てたいからやってるわけよ、本当に。ね。で、その子たちがまた営業になりたいとか、ね。管理職になりたいとか、で、今度は新規ビジネスで一緒にやりたいって思う子たちが、そんなから本当に育ってくるわけよ。で、子供育てとるのと同じでしょ。買ってきた方が早いよ。子供もこんなこと言ったら別れるかもしれんけど、そりゃそうでしょ。 別に、そうなんさ、大人に育てるのに、どんだけ飯食わして、どんだけ怒ったらなあかんのだけど、優秀な人間連れてきた方が、授業員に行ったら早いじゃん。だけど、親ってなんでよ、じゃあ自分の子供を会社に入れる可愛いででしょ自分で育ててあげたいででしょまあ、大概失敗するけどね、そういう経営者ね。だので、俺は、まあ、自分の子供は、まあ別に自分の会社に入れようとか、そういうのは思わないけど。うん。で、まあ、引き抜きでもそうだよね。 うん。だって引き抜きしてるやつで成功してるやつ見たことあるのね。俺はヘッドハンディングでどうのこうのって。だってうちもヘッドハンディングだって使ってるよって話も、あれ動画で言ってるしな。ヘッドハンディングするのにだって知らんとこから引っ張ってくるって言ったら失礼だけど、知らんとこからだったらいいのって、それはいいでしょ。別に。俺知らん人の世話まででいいんだろう。だからマスクでもそうだ。なんかアンチコメントこんなあげんなって だったら配れとか言ったけど、俺はまあそこも神様じゃねえって。神様でも手を拝んだやつしか幸せに死んのやで。だから神様の前で手合わせてお前頭下げるんだろで、ね、俺はまああんまりそういうの好きじゃないってよく言うけど、でもすごいあ神様。俺は従業員にいつもお前神様見とるぞお前って。お前こんなターゲットことやんなってよお前。よく言うけど、神様バチ当たるようなことやんなって。本当にすっごいよ俺も本当に。 で本当に思ってるのバチャになるようなことって。だって親とかさ、じいちゃんばあちゃんにそうやって育てられたわけでしょみんな。もう何百年ももう歴史があることなの。それをこんなア iPhone ができたぐらいで、スティーブ・ジョブズがすごいからって、この変わらんってん世界。それを、ただこのたった10年、20年で世界が変わりました、みたいな。古いとか新しいとか言っとること自体がもうアホだと思うし、俺は。でだって引き抜きしてるやつなんか伸びんでしょ現場でちょっとあったらあ、お前ちょっとこっち来いよって。だっていいじゃん。あの、インスタでさ、うん まあ、こういう間、インスタの先生ってね、俺の石原先生っておるんだけどさ、社員で、あの、まあ、そいつにも、がっとった。まあ、こうやってね、ゆ塗り替え道場の YouTube のつながりもあるから、やっぱ、引き抜きがいっぱい来ると。うん。で、もいいじゃん、いいじゃん。お前がだって気に入りはいけばいいしそれってもう別に引き抜きって、このさ、アホみたいなさ、俺から金もらって仕事をもししてる従業員が、ね、従業員が辞める時に、まあ、辞める時に一緒に辞めようとはまだいいかもしれんわ。 だけど、協力業者で仕事来とるのうちの従業員引っ張っとったら、ちょ、お前さって、筋違いじゃないのって。でも、 やるたがやれ、別に。ほんで、俺は別に、それでついていく従業員もついていく従業員になって、あれでも言ってるのに、バカみたいな、そんなこと言って、特権階級がバーとか言ってるやつおったけど、ま、そんなこと、別に、俺ついていくやつも全然いい。構わん。で、ついていやつもおる。ね幸せになってないじゃん。お前絶対そうするぞ、あれについていったらっていうアドバイスをしたの。本当にしたる。うん。だけど、ええかって、お前でもよう考えてついてけよって。で、戻ってきたい。まあ、この間もなんか、メールで来とった、俺に来たんじゃなくて、インディーとかなんかの求人に来とったかな。 俺、うち募集してるから。まあ本当に言ったように、俺ありだから、今攻めれることは攻めようぜ。じゃあ、求人ってうまくいくじゃん、今は。だって誰も募集してないんだからさ、募集が減ってんだから。で、募集してるけど、まあ職人が募集してないよ。今、来てもらってもね、仕事してる、ね、でも、働いとった子がまた使ってくださいって来とった。だけど、お前あんな裏切ってやめてって使わんでいいわ、だもんね。だから、損するんだわ。この百何十人にアピールするチャンスがあって。で、その友達まで入れたら何百人やで。一人十人のファンがおったら、 ね、100人の向こう側に1000人おるでしょだってインスタも同じことじゃないですか。インスタも10人の友達がおったら、その10人の向こう側にまた友達がおるもんで、ね、その子たちが、まあ、たまに見に来た時に、ああ、こいつの写真とか、ああ、興味あるな、こいつの考え方に興味あるなって共感してフォローしてくれるわけでしょ、多分だけど、引き抜きやるやつもそう、飛び越えするやつもそう。で、まあ、うちは元受けいないから、まあ、ちなみに、まあ、飛び越えはないけどね。うちの上はお客さん。でも、じゃあ、現場で。 お客さんから直接声かかって、塗り替え道場の仕事しとにもかかわらずだよ。じゃあ、ピッて、やる。で、お客さんもそう。あの、近所の人がさ、まあ、住んどる施主さんでもいいわ。じゃあ職人さんがおるもんで、まあ、ぶっちゃけ声かけて、あ塗り替え道場通すと高なるもんで、1万円、2万円でちょっと安くやってくれんって言って。で、やるならやれんよ、お客さんも。俺別に本当に思うよ。ただ、 本当にこういうことがあった。防水勝手にやってもらって、うちの営業に声かけてね。で、塗り替え道場を通さずに防水屋入れてやったら、もう案の定1年にで、ね、くしゃくしゃになってきて、で、保証してくれってきたんだよ。俺に金通ってないのに。で、バカかなと思ったけど、確かやらなかったんじゃないかな。やったかな。まあだけど俺も、それ責任があるからねって言って、やったかもしれないそれでもやったかもしれないだけど、そういうお客さんはお客さんだし、それに乗ってく職人も職人よ。でもそういう奴らってもうそういう奴らで回っとるわけ。本当に。 もうそういう奴らの社会もう騙し合ってもうずーっとそこで生きとるわけよ。そのでかくなった奴ほんといないでしょ。そのねは自分たちのそのね、わかんないそのアンチコメントやるぐらいのレベルの奴なんか書いてあったじゃん。俺はヘッドハーティングされて何千万の給料って。まあ、一千万、2千万、3千万だったから。まあ、2、3千万ごときでお前喋るんだよね。結局ラットレースに乗っとるなって。いや、じゃあこれ見てる10人の親方でもある程度落ち着いて自分の自由な時に現場行って人の育つこと楽しくてさ、やってる親方って、まあ、 その、3000万も4000万を稼いでないかもしれんけど、だけど人の育成が楽しくて育ってるわけでしょだけど1000万、2000万で引っ張られて、今は楽しいって若い子のやってるかもしれんけど、使い捨てされるわけでしょ多分ね。それをなんか、アホみたいになんか言っとったわ IT 企業がなんかで2000万で3000万でって言って、そ,それはそれでいいじゃん。だけど、引き抜きしたようなところに行って、あ,あ、そうそうそう、なんかそうだそうだ思い出した。 引き抜きされて、元受けに俺は飛んで、今こいつらはコキ使ってるわ、みたいな。なんかそんなごめん。これあげたったかな言ってるの分かる自分の勤め取った会社から、上から引っ張ってもらって、で、こいつらはコキ使ってると。自分の世話になった人たちをね。うん。だから、こんなやつも絶対地獄落ちるって。本当に。まあ、こういう話がある。もう、ああスピリチュアルな話、これあんま好きじゃないけど、1000年、2000年単位で人間考えたら、結局、同じ、今だけいい時もあれば、ね、100年後にすっげえ悪い時もあるし、結局、 その、スピリチュアルの話で言うと、まあ、インディアンの考え方かななんかで言うと、結局ま、同じなんだと。も大したことねえよ、変わりねえよって。今の苦労なんていうのは、っていう話があるけど、まあ、それも、まあ、分からん。俺はスピリチュアルとかそういうのはあんま分わからんけど、神様とか霊的なことはちょっと、自分の口からは走れんけど、一つは、やっぱ何千年も言って言われてきたことだから、やっぱ、俺すごいそれ共感するのは、そんなことでくじける必要ないし、コロナでもそうよ。あの、 くじける必要なね。まあ、この間ね、死ぬ必要なんかねえよっていう話もし,し,したけど、でもそんなさ、自分に飯食わしてもらってやった時に、こいつこけてみて、もう笑ったるもんね、俺。絶対に。うん。ねもうバーカって言って、ほんと、お前みたいなやつ絶対使わねえよって言われるでしょ。あの、アニメで、もう、嫌われ役、悪者役で、最後失敗するやつやん、絶対に。どんな世界でももう決まっとるんだわ、そんなこと。で、今だけいい、3年、5年ぐらいのスパンで見て、10年スパンに、 もう最悪30年スパンぐらいで見てうまくいったんかもしれんけど、もう絶対年取ったら友達いないとかさ、一緒に酒飲んで腹割って話せるやついねえとか金持っとるうちはみんな飲みついてきてくれて、みんな寄ってくるけど、そんな奴があのアンチコメント入れるでしょまあ、長なだったらだってあの8分の動画よりも俺の伝えたいこと伝わったから、まあちょっとね、アンチコメントだから、まあちょっと申し訳ないですけど、ちょっと煽ったような言い方になったり、 ね、強いような言い方になったりしましたけど、まあ別にアンチコメントでも、ね、褒めてくれてもいいねでも何でもいいと思いますけど、まあなんか行動するまあまあ、何にもやらないよりは、いいねでも。 してほしいよね。うん。アンチコメントがまだレベル上だよね。行動にしてくださいって。まあ、俺も一生懸命これ動画ね、夜遅く頑張って作ったで、まあ、せっかく見て、ああ、応援してくれるっていう気持ちがありゃ、いいねでも何でもして、またインスタとかもフォローしてもらったら、ちょっと嬉しいんで。まあ、塗り替え道場で検索、スラッシュかなんか塗り替え道場で、まあみんなタグ付けしてるから、社員とかみんな塗り替え道場出てくるんかな塗り替え道場のタグで出てくると思いますけど、ぜひまた押してください。またね。